スタダム第12回ゴッドソブスタダムタッグリーグ戦サガエ大会オープニングマッチブルーロッテス公式リーグ戦15分一本勝負を行います。行うリーグ戦2戦2敗勝ち点0ウィンゴリ168センチ59キロ格闘 JK ファイターハヌーフー145センチ54キロマッチョッコリさん飯田さん赤コーナーリーグ戦1戦1勝勝ち点に舞姫162センチ60キロホームラン舞う真紅の号砲舞花172センチ65キロ山形特命観光つや姫大使ジャンボプリンセス姫花勝者姫か。そのようにして8分48秒姫か選手のフォローダッシュ。そのようにして姫か毎回の勝利相手勝ち点4点となります。前回の大会でつや姫になりましたっていうのを発表して、昨日 DDM で美味しい山形の食べ物をたくさん食べたので、そのパワーで勝てたと思います。そしてタッグリーグの公式戦も4点目、まあ、このまま調子でいって舞姫初出場初優勝、まあ狙えるてかもはやそれ以外ないんじゃない。プロレスリングスターダム
12.4 ゴッデス・オブ・スターダム。タッグリーグの頂点に輝くのは、戦いの女神たちが幕張メッセに降臨。チケット好評発売中。スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ